ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、スーパーマリオブラザーズワンダーって知ってる ?2023 年10月に発売された、任天堂スイッチ向けのゲームだよな。そうそう、スーパーマリオブラザーズシリーズの完全新作が約11年ぶりに発売されたのよ。このゲームに出てくる、おしゃべりフラワーが可愛いと口コミで話題になっているらしいわ。マリオたちに声をかけて、たまにヒントをくれたりコインをくれたりするんだよな。セリフパターンも多種多様で、冒険を盛り上げてくれること間違いなしの存在ね。一方でおしゃべりフラワーの音声をオフにすると、僕うるさかった?というセリフを聞くことができるようだぜ。そうなの、細かい設定がされているのね。設定といえばゲームの世界にも、裏設定というものがあるよな。ストーリー上では明かされることのない、制作者の間だけで存在している設定のこと?そうだな。ゲームにおいての裏設定は、攻略本やファンブックなどで語られることが多いんだ。今回はマリオを含んだ、あまり知られていないゲームの裏設定を紹介するぜ。楽しみだわ。ネタバレする部分もあるから、ここから先の視聴には注意してくれよな。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは冒頭に登場した、スーパーマリオに出てくるブロックについて、ステージのあちこちに存在するレンガブロックのことは知っているよな。ええ、もちろんよ、マリオが破壊したり足場にしたりするのよね。実はこのブロック、キノコ王国の住人だと言われているんだぜ。いきなり怖いこと言わないで、なんでなの?取扱説明書には、キノコたちの住む平和な王国に強力な魔法を操るクッパの一族が侵略してきた。キノコ一族は、みんなその魔力によって岩やレンガ、つくしなどに姿を変えられてしまったと書かれているんだ。ええ、どうしよう、もうブロックを壊せなくなりそうだわ。他にも意外な事実はたくさんあるぜ。何かしら?敵キャラクターの、クリボーは何を元に作られたか知っているか?茶色いシカたちや名前からしてクリじゃないの?それが、制作者が言うには椎茸らしいぜ。キノコだったんかい。もともとはキノコ王国の兵士で、クッパに攻め込まれた際寝返った悪いキノコという設定のようだ。裏切りキノコだったのね。さらに、1981年ドンキーコングで初登場したマリオだが、この時はまだ名前がなく、ジャンプマンやミスタービデオゲーム、おっさんなどと呼ばれていたんだぜ。登場時は名前がなかったなんて知らなかったわ。ドンキーコングジュニアに登場した際、初めてマリオという名前がついたと言われている。ちなみにこの名前、任天堂が商品を預けるためにアメリカに倉庫を借りていたのだが、その倉庫を貸してくれたオーナーの、マリオセガールさんがたまたま、ジャンプマンに似ていたことから、マリオと名付けられたそうだ。偶然似ていたなんて運命的だわ。マリオって名前もしっくりくるもんね。キャラクターの名前といえば、星のカービィも最初は違う名前だったんだ。カービィって、2024年2月にマクドナルドで発売された、ハッピーセット、星のカービィが、即日完売し SNS 上でも話題になっていたわよね。そんな人気絶頂のカービィ、どんな名前だったのかしら?大人気のカービィの名前は、ポポポという名前だったんだぜ。ポポポ。開発当初は、春風ポポポというゲームタイトルで呼ばれていて、それからティンクルポポと名前を変え、星のカービィシリーズをゲーム開発した、春研究所のブランドとして発売される予定だったんだ。カービィに慣れているせいか、ちょっと違和感があるわ。制作者が試作品を、マリオの生みの親でもある任天堂の宮本茂さんに見せたところ、キャラクターデザインや名前などを調整した後、任天堂で発売されることが決まったそうだ。その時、アメリカの子供たちにも遊んでもらえるようにカービィにしたという説があるぜ。その説が事実ならば、カービィは海外や子供向けに変えられた名前なのね。カービィのキャラクターには、デデデ大王、ロロロ、ララララなど、3文字構成の名前が多く、ポポポの名残ではないかとも言われているんだ。カービィに登場する架空の国、プランドにもその名残がありそうね。他にも、ゲームクリエイターの桜井正宏さんはポポポをピンク色だと思っていたのだが、当時ゲームボーイがモノクロだったため、ほとんどのスタッフが、ポポポの色を白だと思い込んでいたという話がある。ほとんどの人が白だと思っていたことにびっくりだわ。その名残の影響で、アメリカ版のカービィは白色のままに発売されてしまったんだ。間違ったまま伝わってしまったのね。そんなカービィだが、ゼルダの伝説、夢を見る島のダンジョン、大鷲の塔に雑魚敵として登場しているというぜ。ゼルダの伝説にカービィが出てくるの?会ってみたい。吸い込まれないように気をつけるんだぞ。カービィは何でも吸い込んじゃうもんね。
ゼルダの伝説にも裏設定があるから紹介していこう。ゼルダの伝説の第一作は1986年に発売されたのだが、第一作のストーリーを紐解くと、主人公のリンクという名前の由来がわかるようだぜ。主人公は力のトライフォースとゼルダ姫を大魔王から取り戻すため、点在する8つの迷宮から、トライフォースのかけらを集めて、知恵のトライフォースを完成させるというストーリーだったわよね。トライフォースを集めて繋ぎ合わせる、つまり、リンクさせるという意味から、リンクという名前がついたそうだ。さらに、ゼルダの伝説はスピンオフ以外のタイトルはすべて時間軸が決まっており、どのストーリーもリンクしているというぜ。名前にも裏設定があったのね。ストーリーどころか、他のゲームにもリンクしているんだ。霊夢はリンクの冒険を知っているか？ゼルダの伝説の続編として、任天堂より1987年に発売されたゲームのことね。なんと、このゲームにはドラゴンクエストに登場する勇者ロトの墓が出てくるんだ。ドラゴンクエストは、スクウェア・エニックスという別の会社のゲームじゃなかった？その通りだ。さらに、スクウェア・エニックスが開発、販売したファイナルファンタジー1に出てくる。エルフの村にある墓石を調べると、リンクの墓を見つけることもできるんだ。互いにリンクしているというわけね。ネットの記事によれば、制作者の遊び心が感じられるとして今後も他のゲームとコラボを期待する声もあるという。確かに他の会社のゲームとのコラボとなったら、期待するプレイヤーもたくさんいると思うわ。次は先ほど話に出ていた、ドラゴンクエストの裏設定について解説していこう。ドラゴンクエスト1はデータの容量が 512KB しかなかったため、制作者は常に容量と戦っていたらしい。512KB って、今ではパソコンの画像1枚分くらいの容量よね。その影響を受けて、使えない文字があったようなんだ。当初、ダークドラゴンの予定だったモンスターの名前の句の文字が使えず、ダースドラゴンとして世に送り出されたんだぜ。容量の関係で名前が変わってしまったのね。ドラゴンクエストのモンスターと言ったら、スライムを思い出すんだけど、スライム系の裏設定って何かあれば知りたいわ。もちろんあるぜ。まずはスライムベスだ。スライムベスの名前の由来には、メスと入れたらベスとなってしまった説や、エリザベスから取った説などがあるが、性別がメスであることは間違いないだろう。モンスターに性別の概念が存在していたのね。他にははぐれメタルの裏設定もあるぜ。なかなか倒せないレアなモンスターなのよね。このはぐれメタル、もともとはメタルスライムだったようなんだ。ネット上には、仲間からはぐれてしまったメタルスライムがはぐれメタルになると書かれているぜ。メタルスライムは普通のスライムと同じ形だったわよね。なんでこんなドロドロなのかしら。はぐれたことで、スライムの形を忘れてしまいこのような姿になったと言われているんだ。自分の形を忘れてしまうなんてちょっと怖いわ。怖いつながりで、ドラクエ5に出てくる光の教団のことも紹介しておこう。光とは名目だけの闇組織ね。教団に入れば救われるという言葉を信じたり、無理やり連れて行かれたりしたことで、教団の一員となった人たちは、ひどい扱いを受け働かされるんだ。主人公も同じ扱いを受けてしまうのよね。脱出した主人公たちは、外の世界で光の教団は素晴らしい組織だと噂されていることを知る。特徴的なのは、レヌール城に住み着いた駆け落ちしてきたカップルの話だ。リメイク版では、親から結婚を反対され将来が不安になった二人が光の教団を頼って旅立った、という情報を得ることができる。その後の二人がどうなったのかは言うまでもないわね。また、このレヌール城は主人公の子供時代にはすでに廃墟になっていたんだ。レヌール城って完全にお化け屋敷だったと思うわ。どうして廃墟になってしまったの？リメイク版では、光の教団が勇者の目を摘みに来たが、そもそも子供がいなかったため腹いせに滅ぼされたという理由があるらしい。聞かなければよかったわ。知れば知るほど恐ろしい団体ね。最後に紹介するのはポケットモンスターだ。1996年にゲームボーイ用ソフトとして発売された、ポケットモンスター赤、ポケットモンスター緑が、原点となっている。ゲームだけでなく、アニメ、映画、カードゲームなどメディアミックスされているから、ゲームをしたことがない人でも知っている人は多いんじゃないかしら？国民的人気作品とも言える、ポケモンにも裏設定があるんだぜ。まずは初代ポケモンの街の名前について、例えばマサラタウンを見てみよう。ここは主人公の出身地としても知られている街よね。この街の看板には、マサラは真っ白、始まりの色と書かれているんだ。その後に出てくる、トキワシティの看板には、トキワは緑、永遠の色。三つ目の街の、ニビシティの看板は、ニビは、灰色、
石の色。その後も、鼻出していい、くちばしていい、シオンタウンと続くが、何か気づいたことはあるか？町の名前がすべて色から来ているってこと？そうなんだ。時は色、にび色、花田色、くちば色、シオン色というように色から来ていることがわかる。聞き慣れない色だから気づかなかったわ。他にも、富士老人がミュウツーを作ったという説が噂されているぜ。ポケモン図鑑によると、ミュウツーは、研究のために遺伝子を組み替えていった結果凶暴になったと説明されているのよね。富士老人って？富士老人とは、シオンタウンで捨てられたポケモンの世話をしている老人で、もともとはポケモンの遺伝子を研究する科学者だったんだ。優しいおじいちゃんって感じね。これから出てくる富士博士と、富士老人は同一人物であることを念頭に聞いてほしい。グレンタウンのポケモン屋敷では、富士博士の日記を見ることができるのだが、この日記の内容から、富士博士がミュウツーに遺伝子実験をしたところ、強くなりすぎて、抑えが効かなくなり逃げ出してしまったと推測できる。ポケモン図鑑とも辻褄が合っているわ。ミュウツーを誕生させてしまったことにより、町やポケモンたちに大きな被害が出てしまったんだ。そのため、富士老人はシオンタウンに移り住み、ポケモンたちの供養の意味を込めて、ポケモンタワーに通っているのではないかと言われているんだ。ポケモンタワーはシオンタウンにある、ポケモンのお墓が集まった塔だもんね。過去の過ちを公開して、捨てられたポケモンの世話をしているとも考えられそうだわ。ゲームの裏設定っていろいろあるのねー。今回紹介したのはほんの一部で、知られていない設定はまだたくさんあるんだぜ。マリサの話に懐かしいゲームが出てきたから、久々にやってみたくなっちゃったわ。2024年3月にはマリオのキャラ、ピーチ姫が主役の、プリンセスピーチショータイム、が発売されたり、2024年2月には、ポケモンレジェンズ ZA を2025年に全世界同時発売することが発表されたから、手に入ったら、細かな設定を気にしながらやってみても楽しいかもしれないな。裏設定を知った上でやったらもっと楽しそうね。新しく発売されるゲームの裏設定も知りたいわ。機会があればまた解説するぜ。それじゃあ今回の解説はここまで。ご視聴ありがとうございました。